いつまでちんたら豆鉄砲を撃ってる。もう分かっているんだろ。相手の弱点を狙うなら警戒される前に確実に撃たねば。炎の割り方、妹の話をしてるのにうるさいんだよ。目障りな炎は剥がさせてもらう。うるさいのはあなたですよ、ボゼ注意。冗談制御。どれだけ体を硬化させようと身動きするなら関節まで固くはできないだろう。ああ、その通りだ。だから俺は森人になれなかった。こんなにもカチカチなのに。マキをあのまま第八に置いてたらこいつくらいムキムキになっていたかもしれん。おぜけに関わるな。集中してください。